渡来ゆうき、ボーダショーの大活躍で勝利、イエーイ。はいどうも、メントスコーラと名乗る者でございます。本日も DNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなというふうには思います。今日から始まりましたヤクルトとのハマスターでの3連戦ですね。なんとしてもですね、まあ、今3連敗中というところになっておりますので、勝ちを取り戻していたいというゲームの初戦だったんですけども、結果を申しますと見事1対3で勝つことができました。最後はね、かなりヒヤヒヤする危ない展開だったんですけども、きっちり抑えてくれまして、見事、連敗を止めることができました。ちょっとね、オーシン選手とウェンデルケン選手が離脱というところで嫌な流れの中の試合だったんですけども、本当に大きな1勝を取ることができたのではないでしょうか。ということで、いつも通り選手の活躍というものを見ていきたいなというふうには思います。はい、選手の活躍の方はこんな風になっております。まあ打線はですね、まあオーシン選手がまあちょっと肉離れじゃないかなというところで、まあちょっとまた離脱という感じになってしまいまして、まあ、ファーストには佐野選手で、2番には石上選手、さらには関根選手をレフト、センターには桑原選手というファイヤー、フォーメーションで来ました。今日はですね、まあ、井上、選手と、まあ、森唯人選手を相手だというところで、非常にやっぱ井上選手ルーキーとして2軍でもかなり活躍しているので、楽しみかなというふうには思うんですけども、まあ代打で出てきてですね、強い、まあゲッツーにはなってしまいましたけども、強い打球を放っているので、まあ今日は親子ゲームだったのでね、ちょっとスタメンはしんどかったかなというふうには思うんですけど、明日以降はぜひ、スタメンでまたちょっと起用していってほしいなっていうふうにはね、思っております。まああとはですね、まあ渡来選手ですね、ちょっと最近まあ大きな当たりというところがなかったんですけども、今日は3安打の猛打賞という感じで、きっちり打ってくれました。なかなか左相手にはね、苦戦しているというところもあるんですけども、右相手にはまあ OPS が1迫るぐらいの、活躍をしてくれますので、今日はきっちり3安打猛打賞ができたかっていうのは非常に大きいかなというふうには思うし、守備でもいい活躍がありましたのでね、非常に当たってきてるのかなというふうには思います。まあ、あとはね、非常にやっぱオープン戦の時、機動力野球というか、足を使って、さらにはボールを見極めてというところの野球をしていたんですけども、まあ、なかなかね、シーズン入ってからはできていないところもあったんですけども、まあ、今日は石上選手、牧選手、山本選手、この3人がきっちり盗塁を決めて、山本選手に限ってはプロ初盗塁を、決めてくれました。やっぱりここら辺も非常に大きいのかなというふうには思うので、まあ、大杉選手がいなくなってしまいますけども、火力は落ちる分、まあ、こういう、まあ、細かい野球というか、オープン戦の野球というものを続けてもらって、得点に、つなげていくというところができれば大きいんじゃないかなというふうには思います。佐野選手もね、全打席出塁ですね、3安打の猛打賞、牧選手も2号ヒット打ってくれて、宮崎選手も2安打出ました。ちょっと関根選手がちょっと状態悪いですね、ちょっと下がってきてるのかなというふうには思うし、山本選手はバッティング向上、さらには桑原選手も1本出て、よかったなというふうには思いました。ピッチャーの方なんですけども、東選手、まあまあ開幕からね、本調子ではないというところは思うんですけどもね、きっちりとやっぱゲームを作ってくれてますので、ここら辺はやっぱさすがに本当にエースのピッチングだなというふうに改めて思ってます。あとはうまいことね、リリーフね、分散して使ってるんですけども、まあ、ウェンデルセン選手がね、ちょっと詳細わからずに回しそうになってしまいましたので、ちょっとね、しんどい試合が続くかなっていう感じはしてるんですけども、今日なんかもね、初めて徳山選手をね、勝ちパの場面で使うというところで長い登板して、きっちり三者凡退で抑えてくれたので、首脳陣に期待に応える、活躍ができた徳山選手も素晴らしいかなというふうには思うし、プロ初ホールドおめでとうございます。8回も伊勢選手も三者凡退、最後はちょっと森原選手ね、劇場といった形で満塁で、危なかったですけども、満塁になってからは開き直ったようなピッチングでね、三振西川選手をセンターフライに抑えてくれましたので、まあ抑えはね、きっちり本当に弱点されなければいいかなというふうには思うので、さすがのピッチングを、してくれました。本当にまあここからはね、柔軟に使っていくしかないかなというふうには思うので、ウェンデル・キネン選手がまた帰ってくるまで、ぜひみんなで、頑張って耐えていってほしいなというふうには思っております。はい、それでは最後、メントスカドコ選手を聞きましてね、今日の動画終わっていきたいなというふうには思います。そうですね、今日のメントスカドコ選手は3安打猛打賞、渡辺選手やりていきたいなというふうには思います。メントスカドコの応援おめでとうございます。はい、今日こんな感じで終わっていきます。明日は土日ということでデイゲームで、始めますけども、しっかり勝っていきましょう。ちょっと明日また10時以降ぐらいの土日は投稿になります。ここまでご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではですね、お疲れ様でした。バイバイ、明日も勝つぞ。
きらめくこの空に夢の軌道を描け、今この完成打てよ勝利のために、かっ飛ばせ龍騎。